こんにちは、フィーフィーです。ウクライナ東部ではロシア軍が優勢ですが、それでも全体的に見て、ロシア軍がかなりボロボロな状態にあることが分かりました。当初はロシア軍はその規模からしてもかなり強いと思われていました。しかし実際には兵士の数が多いだけで、全く統制が取れていないんですね。 日本の自衛隊関係者もウクライナに侵攻しているロシア軍についてこのように言っています。ロシア軍はウクライナに侵攻して2日目あたりから主導権を失っている。全く戦況の変化に対応できておらず、地上部隊が大きな損害を受けている。ロシア軍の現状は信じられないくらい未熟でお粗末だと、こう話しているんですね。 まず、ロシア軍の計画はめちゃくちゃで、戦況が変化しても、それに対応して計画を修正することもなかったんですよね。あと、普通は攻める方が優勢になるんですよね。まあ、やりたい放題、好きなタイミングで相手の領土を攻撃しまくれますから。ただ、これもなかなかロシアは自分たちの戦略をうまく進めることができずにいるんですね。 陸上から軍事侵攻する場合、まず、 誘導ミサイル攻撃や航空攻撃、あとウクライナ軍の軍事基地や対空レーダー、あとは作戦の指揮を取る組織なんかを徹底的に上から破壊するんですよね。で、それから地上攻撃を開始するのが鉄則だそうですが、えロシア軍はこうしたプロセスを行わずに、航空攻撃と地上攻撃をほぼ同時に行ったんですよね。 まあとにかく48時間以内にキーウを制圧してやろうと焦っていたのでしょうあとロシア軍のミサイルですが失敗率が最大で60%にも上るとアメリカ政府が分析していますその理由ですがどうやらミサイル自体に不良品が多いと軍事専門家は見ているんですねあとロシアも多分 偵察衛星でウクライナ軍の動きを把握はしているはずなんですね。それでもロシア軍の戦略がうまく進まなくて成果を上げられないのはやはりウクライナへアメリカ軍や NATO 軍から情報提供しているからだろうと言われています。アメリカ軍や NATO 軍が衛星なんかで ロシア軍の動きを見てで、ちょっとでもミサイルを撃ちそうな様子があれば、それをウクライナ軍に伝えているんじゃないかということなんです。まあ、だからミサイル自体が不良品という見方もありますが、それ以前にロシア軍の動きがほぼ全て見られているから、ミサイルを撃ってもなかなか重要な拠点に当たらないと、まあ、そういった見方もあります。 あと、今回のウクライナ侵攻で、なぜロシア軍の統制が取れていないのか、それが気になりますよね。それは司令官の命令が行き届いていないからなんです。実はロシア軍は伝統的に命令で動く戦術をしています。 でそれに対して西側諸国のアメリカやドイツ、イスラエルなどは任務を与えて達成させる任務戦術を基本にしているそうなんですね。で、ロシア軍のように命令で動く戦術だと上からの命令がないと動けません。ただ上の人間が戦場の状況を正確に把握せずに命令をすれば実行部隊は無茶苦茶な動きになってしまいます。 でも命令を守らなきゃいけないんですよねただこうなると命令に従って動いてはみたものの状況が違いすぎてうまく動けないわけですしかも現状に合わせて作戦を変更することもできないだから任務を達成できずに成果も上がらないわけですねロシア軍がなぜ規模だけは大きいのに弱いのかというとこうした基本的な問題があるからなんですね あと、ロシア軍は、制度や作戦、そして兵器や戦術に至るまで、その全てがアメリカ軍の30年前のレベルだと、専門家は話します。だから、ロシア軍は、ウクライナからルーマニアに続く橋を、10回近くも空爆しているのに、それでも橋を破壊できなかったんですよね。あと、軍事侵攻が長引くことで、ロシア軍の体力も厳しくなっていきます。 ロシアは西側からの厳しい経済制裁を受けていますから、まず軍事侵攻のための費用が足りなくなってくるんですね。今、ウクライナの南部に駐留するロシア軍は、ひどい食料不足が発生していると言います。ウクライナ当局によると、あるロシア兵は犬を食べているとのメッセージを友人に送っていたそうです。まあ、こうした状況ですから、 当然、ロシア軍の士気は下がりますよね。戦いたくないと逃げ出すロシア兵も多いというんです。まあ、あと、なぜロシア軍の戦い方がここまでボロボロなのか、その理由はロシア軍が弱いということだけではなくて、ウクライナ軍が想像以上に強かったことなんですよね。 これ実はアメリカやイギリスもここまでウクライナ軍が強いとは思っていなかったそうです。ただウクライナ軍は本当にロシア相手に粘り強く戦っているんです。あとは何と言ってもウクライナの人々の戦う意志の強さなんですよね。これもゼレンスキー大統領の存在が大きいのかもしれません。 ゼレンスキー大統領は首都キーウに留まって T シャツ姿で連日メディアを通して国民を鼓舞してウクライナの人々の抵抗する気持ちを高めていきました。 ゼレンスキー大統領は大統領としての日も浅いですしもともと政治家ではなかったので西側の国々や、まあ、それこそプーチン大統領はここまでうまくゼレンスキー大統領がウクライナの人々を団結するよう指導できるとは思っていなかったはずですロシアの軍事侵攻が始まるとアメリカは首都キーウがすぐに陥落するだろうと見てゼレンスキー大統領に 国外に逃げて亡命政権を樹立するよう進めたんですよね。しかしこれをゼレンスキー大統領は断るんです。それどころか今必要なのは逃亡用の車じゃない武器をくれと、こう西側に言い放ったんですね。ゼレンスキー大統領は軍事侵攻2日目の 2月の25日の夜、キーウの大統領官邸前に出て、政権幹部とともに携帯の自撮りで国民に対するメッセージを取って SNS で公開しましたえ。みんなここにいます。私たちの兵士もここにいます。この国の市民もここにいます。私たちはここにいて、私たちの独立と祖国を守っています。これからも続けます。 祖国を防衛する者たちに栄光あれ、ウクライナに栄光あれと、こうウクライナの国民にメッセージを送ったんです。で、その100日後もゼレンスキー大統領は同じ場所で再び同じ幹部と一緒に自撮りで写真を撮って国民にメッセージを送っていました。まあ、つまり、今回驚かされたのは、ウクライナの人々の何としてでも国を守る。 守り抜くという強い気持ちなんですよね。この揺るぎない決意の前にロシア軍が勝てずにいるんです。こうしたウクライナの人々の姿を見て、私たちは果たして自分の国が他国から侵略行為をされたとき、同じように戦えるだろうかと考えさせられました。例えば台湾ではウクライナ有事を機に、どれだけ国を守る意識に変化があるのか、世論調査が行われたんですね。 で、その結果、中国から軍事侵攻を受けて戦争になった場合、国のために戦うと答えた台湾の人が8割近くにもなっていることが分かったんです。では、日本はどうでしょうか他国から日本が軍事侵攻されたら、どれだけの日本の人が自分の国のために戦うでしょうか日本の統計データ分析家によると、これ、ウクライナ有事が起きる前の調査結果ですが、 国のために戦いますかという問いに、はいと答えた日本人はわずか13%だったそうです。これ世界79カ国中最下位でした。ちなみに日本では50歳以上の中高年ほど国のために戦う意欲がないという結果でした。まあこれもウクライナ有事をきっかけに、どれだけ日本の国民の危機意識と国防意識が高まっているのかはわかりませんが、 まあそもそも日本の多くの人は国は自衛隊が守ってくれると思っているからでしょう。自分が戦う必要はないとそう思っているんだと思います。実際自衛隊も入隊してすぐは意識は低いそうですが、訓練によって高い国防意識を持つようになると言います。ただ意識だけでは勝てないですから、 やはり日本の防衛能力をもっと上げるためにも軍事費を上げるべきなんですよね。これを反対する人たちもいますが、彼らは完全に平和ぼけをしていますし、目の前の危機を見ようともしていません。日本は今こそ防衛能力を上げるべきなんです。私たちはウクライナ有事から国防、つまり国を守ることの重要性を学ばなければいけません。 さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして f フ f ー,ーチャンネルの登録もお願いします